どうも、コルツのディビドギアです。さあ、今日なんですけど、今日はですね、年末最後ということで、皆さんにね、1年間のお礼を、動画に、して伝えていきたいなと思っております。まずですね、バドミントンの方なんですけど、まあ、大分県でも、この YouTube 活動、皆さん認知、していただいて、まあ、結構知らない人いないんじゃないかなって思うぐらい、僕がこうやって YouTube で活動してるっていうのは意外とこう広まってて、とても嬉しいなと感じております。まだまだね、登録者が2月の段階で1000人超えて、今1860人ぐらいなんですけど、少しずつなんですけどこう、成長してきてて、僕の目標、2000人で、2000人を突破したらまたこう目標がどんどんこう増えてって、まあ、1万人とか、なっていくと思うんですけど、まあ、なかなかこう、皆さんで共有して体育館を使っているということで、あんまり企画力がない動画ばっかりですね、練習動画ばっかりをこう上げてしまっているような状態なんですけど、2023年からですね、一発目の動画、楽しみにしていただけたらと思います。今までこう出場してもらえなかったような選手が、出場してもらえてるので、ぜひね、見どころ満載なので、年明け早々一発目の動画、皆さんにね、楽しみにしていただければと思います。で、機械側の、本職の方ですね、コンプレッサー TV っていう名前にもあるようにコンプレッサーの方なんですけど、まあ、なかなかバドミントン動画を見られてる方で、機械側の動画の方を、まあ、見ていただけない視聴者さんの方も多いんじゃないかなとは思うんですけど、分かりやすいように解説しながらですね、動画撮っておりますので、そちらの方もぜひ見ていただけたらなと思います。で、ちなみになんですけど、ホームページ等で、YouTube 見ました、拝見しましたということで、今年に限っては10件ほど YouTube から、ホームページに飛んでもらってお問い合わせっていう流れの問い合わせが来てまして、実際それが売りにつながったりとか、修理の回収につながったりとかも含めると、まあ、結構な量が、ありました。家で例えばガレージでコンプレッサーを使っててとかいう風に趣味程度にやってるよっていうところでも、全然気楽にね、聞いていただいて構いませんので、こういう症状が起きてて、ちょっと不具合があるんだけどどうしたらいいかなっていうような形で、まあ、聞いてもらうだったり、今こういう、工具を使ってるんだけどこういったことでちょっと不具合があるんだよねっていうようなことをおっしゃっていただければですね、迅速に回答していきますので、何かわからないことだったり興味あることだったり、いろいろね、YouTube の方でもいいですし、ホームページに来て、問い合わせ窓口からお問い合わせしてもらうっていう形でもいいので、ぜひね、コメント等々していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、コンプレッサー TV 2023年飛躍する年になるんじゃないかなと感じております。もっともっと動画をより良いものにできれば、必然とチャンネル登録者様でしたり再生数も上がっていくような気がしております。もっとより良い動画にするために、僕自身の動画編集能力だったり、そういうのもプラスに、してって、もうここで言います、チャンネル登録者数3000人を、今年目指していきたいなと思っております。3000人、まあ、いかなかったらっていうペナルティーはないんですけど、3000人を目標に頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい。というわけで、2022年も、終わりに近づいてきましたが、まだあと1日ですかね。今日動画が出てるのも30なので、あと1日あります。この1日、皆さんにとってより良いものになりますように、そして、年が変わって年始2023年、皆さんにとって飛躍する年になれるように、僕も、ちょっとではありますけど YouTube 活動まだ頑張っていきますので、ぜひね、皆さんの応援もよろしくお願いいたします。はい。というわけで、コンプレッサー TV のゆえでした。来年もまたよろしくお願いいたします。バイバーイ。